はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今回紹介するのはローマ亡き後の地中海世界です。歴史好きな方、あとファンタジー好きな方、読みましょう。中世の暗黒時代ってどんなイメージですか？ペスト、病気の蔓延、飢饉、食料不足に苦しむ人々、いやいや魔女狩り、異端審問に宗教裁判、まあ、確かにですね、それもあるでしょう。でもですね、これらはどれも一時のことです。常に中世に、付きまとっていたわけではない。中世の暗黒時代に常にあったもの、それはイスラーム勢力による絶え間ない略奪と誘拐です。中世になるとアフリカ北部はイスラム教の勢力圏に入り、そこに多くの海賊が住むようになりました。しかもこの海賊、イスラムの国公認、左手にコーラン、右手に剣の、まあ、当時のイスラム教としては間違った信仰を持つキリスト教徒を襲うことはアッラーの神の望むことでもあったわけです。まあ、ということでですね、アフリカとヨーロッパの間にある海、地中海をですね渡って、イスラーム勢力の海賊が、まあ、山のようにやってきたわけですね。海岸に一気に海賊が上陸しまして、海沿いの町を根こそぎ略奪し、さらにはそこから、内陸の町にも足を伸ばし、お金も食物も全部奪って、さらには奴隷にできる人間は根こそぎ誘拐し、その後はダーッと一目散にアフリカに帰っていく。アフリカに連れて行かれた人は奴隷にされ、劣悪な環境の中で一生重労働をさせられるという、まあこんなですね、この世の地獄みたいな状況が、約1000年、続いたわけですね。まあそりゃ暗黒時代って呼ばれますよね。その間キリスト教の国々は何をしてたかっていうと、まあ、いくつかの国に分裂していたので、まあ、うまく一致団結できず、いつまでたっても海賊を追っ払えなかったわけですね。海賊行為がやむのは1856年、あらゆる海賊行為の禁止が宣言されたパリ宣言成立後のことです。それまでずっとヨーロッパの人々はひっきりなしに現れる海賊の略奪と誘拐に怯え続けていた。これが中世の暗黒時代の真実なんです。まあ、歴史好きな方やファンタジー好きな方は非常に良い着想が得られるかと思いますので、ぜひローマ亡き後の地中海世界読んでいただければと思います。とこんな感じで毎日1冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。